アーティゾンミュージアムという美術館をですね、7年前から、設計関わらせていただいて、その後半に、家具も含めて、我々のデザインで、行きたいっていう、そういうご要望があって、美術館自体全体としてはすごくいわゆる整理されたスタティックな、プリミティブな、空間、なるべく美術作品の背景になるような空間をデザインしたので、その中で人の感覚に近い、手触りがいいとか、見た目に直線に対して曲線が含まれているようなものとか、そういう身体感覚みたいなものがこの家具という、椅子に与えられないのかなということで考えました。空間デザイナーが空間を考えるっていう時に、椅子もテーブルも床も壁も天井もっていう、さまざまなエレメントがある中での一つとして椅子をデザインしているんだっていう、そういう日頃から意識が自分の中にはあってですね。で、椅子の場合はたまたま自分が一番これは大事だと思ってて、今回もそうデザインしたのは、空間の中であまりこの椅子が何十本って並んだ時に主張してほしくない、テーブルよりもちょっと下にある、それが8割ぐらいというイメージです。椅子のデザインする時に、実際はこの使ってる時っていうのは、この正面から見るよりもこのテーブルに収まっている、こういった景色が日常になると思うんですね。で、よくいい椅子のデザインっていうのは後ろ姿が美しいっていうことをよく言われていてですね、前から見た姿よりもこのシンプルな中にも、こうやってテーブルに収まっている姿が、一番見てほしいなって。このアームチェアのこの前足から立ち上がって、ずっとこの背もたれまで回って降りていくという、この一連の流れで人を囲んでくれている、包んでくれているっていう、そういうところが特徴であり、座り心地も楽しんでもらえたらなと思ってデザインされてるんですけれども、この一連の流れをこの後ろ足が支えながらも、ここで一旦このくびれをつけて差し込むことによって、視覚的にもこの流れを途切らさないっていう、そういう意味合いで入れてます。構造的にはこの R を含んだこの連続する構成に対して、あとはもうすごくシンプルな足と抜きの構造なので、非常にこの普遍的な、そんな難しい構造じゃないので、全体感から言うと非常に落ち着いた佇まいになってるかなと。打ち合わせの席でここに足を入れてっていうイメージをこっちにやったらいいよねっていうので、もうこれももう5分ぐらいで決まりました。ここは最大の、制作上は難所だと思ってたので、打ち合わせする上ではこれできますかねみたいな感じでいたんですけど、結構簡単にね、できますよって感じで そこは意外というか、ありがたい感じでした。10年ぐらい前からカーディハウスさんには学生を連れて工場見学という形で実際に伺ってたんですけれども、その中でいろんな技術的なこととか、10年も通ってると本当に10年前とはまた違うっていうことも理解はしていたんですけれども、多分できるだろうっていうことが普通にできますよっていうので、いくつかの技術もやり取りしながらも、スムースに、やっぱり高い技術力があるので、ちょっとこちらの心配をよそにハードルなくいきましたね。打ち合わせもですね、何ていうんですかね、
デザイナーが言った通りにこう淡々と返してくるというよりも、なんか我々としてはこうしたいんですけどっていうことも含みで来られたのが、非常にその相性が実は良くて、打ち合わせで苦労したことってないのが自慢ぐらいのカーディハウスさんとコラボレーションすることによって、素材あとまあこのファブリックっていうその、合わせ方がですね、美術館の場合は美術館の空間に合わせた機能、グレーの染色ということで、針地もそれに合わせたグレーとか黒とかモノトーンだったんですけども、例えばこのナチュラルウッドに対してこのグレーの、このファブリックっていうこの組み合わせは自分だったら最初にこれを思い浮かばなかったけれども、事務所内ではなんかこっちの方がいいんじゃないとかっていうぐらいのリアクションが実はありました。おそらくいろんな方のいろんなこう表情の組み合わせが生まれてくると思うので、まあ、自分が今まで見たことない空間が見れるんだろうなと。まあ、家具を置いただけでもまあ空間デザインが成立するので、そういったところにもすごくこう興味ありますし、あんまりこう気負わず、先入観持たず使ってもらえる、あんまりもうトネリコがデザインしたとかがないぐらいになる頃が楽しみっていうか、そう思ってます。